みなさんこんにちはサーリーマンゴルファーのタスクです今日は JLPGA ステップアップツアースカイレディス ABC 杯や JGTO マイナビ ABC チャンピオンシップの会場である ABC ゴルフクラブに来ています名物ホールの18番でイーグル切りできるように頑張りますまず T ショットは左右に2つのバンカーが見えますが気にせずにドライバーをしっかり飛ばしていきたいと思っています セカンド辞点は木が気になってきますが、ピンに向かってまっすぐ攻めていきたいと思います。グリーンは大きく3つの面に分かれているので、ピンと同じ面に乗せていけば、イーグルのチャンスが一気に近づくと思います。左右にバンカーが見えていて、視覚的には気になるんですが、ドライバーの飛距離を考えるとおそらくバンカーを超えると思うので。しっかり振り回して、なるべく距離を飛ばしていきたいと思います。では。 ティショットいきます、うん、ちょっと右目ですけど問題はないと思うので行ってみましょう。 今のティーショットは三百十一ヤードと記録されましたはいティーショットこの左下がりのラフに止まりましたピンまで残り百五十ヤード9番ヤンで打っていこうと思いますボールを止めるのがかなり難しい状況ですのでグリーンエッジのちょっと先にキャリーを目指していきたいと思いますではセカンドショット打っていきます ま,まずまずのショットが打てたんじゃないでしょうかでは3打目地点に行ってみたいと思いますセカンドショットここまで来てしまいましたキャリーはグリーンに落とせたんですがグリーンの状態がいいので転がって出てきてしまいましたもうイーグルを取るにはチップインしかないので狙っていきたいと思いますでは3打目いきます サラリーマンゴルファータスクイーグル切りできたのかできなかったのか結果はミルモモカのまるっと女子ゴルフの中で紹介しますのでチェックしてくださいこの ABC ゴルフクラブでは11月4日からマイナビ ABC チャンピオンシップが開催されますマイナビ ABC チャンピオンシップは地上波 ABC テレビ CS スカイ A そしてインターネットでは abc スポーツチャンネルで放送配信されますトッププロが ABC ゴルフクラブ名物18番ホールをどののように攻めていくのか注目です今年のマイナビ ABC チャンピオンシップではこの18番ホールでどのようなドラマが見れるでしょうかとても楽しみです。